ちすえー、今日なんですけどもねまたまたちょっと音声コンテンツということで <laughs> マツポッドキャストということでやっていこうかなというふうに、えー、思っておりますからよろしくお願いしますと、えー、今日なんですけどねあのー、今日のテーマは、えー「ファッション教育って必要なのはどうなの?と」と、えー、いうところについてお話ししようかなと。 いいう,うに思いますこれね非常に多いですよ質問とかでもね、えー、将来デザイナーになりたいんですけども専門学校行った方がいいですかバイヤーになりたいです専門学校行った方がいいですか服が好きでしょうファッションの仕事したいです、えー、ファッションの専門学校行った方がいいですかめちゃくちゃ多いで多いのでまあ、あのー、僕の意見ですけども、えー、参考にしていただければなというふうに思いましたので話しますと。 でまあ、結論から申し上げますと,、えー、とね基本的に必要ないと基本的に僕は必要ないと思っててただ、えー、パターンメイキングを、えー、除くという感じですねはいなのでまあ、パターンなりになりたいとパターンメイキングっていうのをなあの勉強したいんだっていう方は僕は専門学校行かれた方がいいのかなというふうに思ってますとなぜなら、まあ、パターンメイキングというのはね技術 によよる面がすすごい多い多と僕は思うんですよねなのでまあもちろんその独学でねあの習得されたという方もいらっしゃいますしそれでこうお仕事されてる方も世の中にいらっしゃいますが習得するものなので基本的にと思うので多分ねあのそれはこう教育を受けた方が、まあ、近道なのかなというふうに思うのでパターンナーになりたいという方は行かれた方がいいのかなというふうには思いますがそれ以外はうん。 まあ必ずしも必要ではないなというふうに僕は思ってますとはい、えー、その上でお話しますとですねでお話する前になんですけどなんかこう世の中をまず見回してみましょうということで <laughs>、はいえー、と例えばですよ、えー、日本を代表する、えー、世界的なブランドコムデギャルソンの、えー、創業者でありデザイナー誰でしょう川久保れさんですで川久保れいさんは専門教育受けましたかと。 いや、受けてないですね。彼女は、えー、慶応大学の卒業生でございますから、はい。受けてません。そしてさらに視野を広げて世界に目を向けたときに、ね、トップメゾンと言われるルイ・ヴィトンの、えー、メンズのクリエイティブディレクター、誰ですかと。バージル・ラブローです。バージル・ラブローです、えー。彼はファッションの専門教育受けましたかと。受けてませんと。 建築の専門教育は受けましたがであのファッションに関しては受けてないということで、まああのー、今のはね本当に氷山の威嚇というか世の中ねあ、あのー、例を挙げればキリがないくらい。 ファッションの教育は受けけてないけども、えー、ファッションの世界で、えー、前線で活躍されてるって方,の方は非常に多くいらっしゃいますので、まあ、そういうなんか事,実ですよ、ね、事実を見た時にじゃあ本当に教育っていうものが必要で必須のものであればそういう存在ってあんま出てこないと思うんですけどいっぱいいるってことはうんっていうことですね僕が言いたいのは、まあ、そういう事実を見てですよ。 でまたこれも事実なんですけどあのファッションのに関わる仕事の多くっていうのは特にね資格がいらないんですよ資格というものは例えばお医者様でありあったり弁護士だったり先生だったり学校の先生だったりっていうのは資格がないとできないですね誰でもできないわけですよいきなり学校行ってね変なのをこう教え出しても、まあ、できないわけですということでえっ、ー、とファッションのあのねあの仕事っていうのはね、まあ、極端な話誰でもできるとはい あのー、うまくいくかいかないかはちょっと別ですよ別ですが、あのー、そういうことです誰でもできるということから考えても資格がいらないということから考えてもまあほに必要なのかなっていうところが、まあ、まずありますでえっ、ー、とさらに言うとですよさらに言うと僕はなんかファッションビジネスかファッションあじゃあその前にあれだもっと言うとですね日本の専門学校っていうものの価値っていうのが僕は すいませんあんまないと思っててというかあんまないと思ってるんですよねうん日本で受けるメリットがさらにないっていう、うん、ただでさえ僕はまあ必ずしも必要ではないまあもちろん受けないよりは受けた方がいいんでしょうねただそれを、あのー、じゃあ日本で若い頃の貴重な2年間を使い、えー、高い学費を払って日本でやる意味っていうのは僕はさらにあんまりないのかなと。 いうふうふに思ってますなんでかっていうとあの、まあ、これも単純なねダイヤモンドがなんで価値があるのかっていう、あのー、話と似てるんですけど誰でも入れるでしょう文化って。ね。えー、誰でも入れて誰でも卒業できるわけじゃないですか。っていうことにというものに価値ってあるのかなまずねそもそも。いいけ誰でも行けて誰でも卒業できるっていうその日本の専門学校に行くのが。 ま,あまずあんまりどうなんだろうと、ね。ダイヤモンドがそこら中に落ちてたら価値がないのと一緒で。えー、っていうくらい、まあ、日本のファッション学の専門学校っていうのは、まあ、そういう感じじゃないですか。そういう感じでしょなのであの、もし受けたいとか、なんか、まあ、教育を受けたいっていうなら僕ね、海外行った方がいい気がするんですよね。もうそこは思い切って。うん、どうせ、どうせ勉強するならというか、うん なんかねそっちの方がいくらが優位性があるか分かんないですよ、本当に。ね、今も、まああのー、日本でね、えー、日本人で、まあ、あの海外で教育を受けて、えー、ブランドやられてる方、それも、まあ、アントワープなのか、まあ、ヨーロッパなのかニューヨークなのかちょっと分かんないですけどもそういう方いらっしゃいますけど、いくらかそっちの方がいいですよ、もし行かれたいなら。日本でっていうのがま,ますます僕は意味がないなと思ってて、あんまり。うんかなというふうに思います。 はい、そしてですねそしてそしてさらに言うと僕はファッションビジネスがねファッションビジネスっていうものにがねはもうこれ断言したいですけどあんま意味ないかなとファッションビジネスを学びに行くのは、まあんまあ、意味ないかなっていうふうに思ってますまあファッションビジネス学科ってどこのファッション専門学校にもあると思うんですけどこれはね僕はまあ正直な話えー、えー あのファッションビジネス学科というビジネスだろうなと思ってんですよね。皮肉なことに皮 <laughs> 肉なことに学校側もねビジネスなのでやっぱ生徒いっぱい集めなきゃいけないということで、まあ、デザイナーになりたいわけでもないパターンナーになりたいわけでもないスタイリストになりたいわけでもないでもとりあえずファッションの仕事したいファッションビジネス学科みたいな、まあ、やっぱっ結構あの儲かるんだと思うんですけど、まあ、ファッションビジネス学科というビジネスにしか僕はあんま思えなくて。<laughs> というのも、ね、これ理由いくつかあるんですけどまずねファッションビジネスって何ぞやって僕は思うんですよ、うん、ファッションビジネスってんぞやとファッションビジネスもビジネスには変わりないと僕は思っておりましてえっ、ー、となのであればビジネスを学ぶのであればもっとハイレベルなもっとあの良質な教育を受けられるところが多分あの日本でもあると思うんですよね。うん なので、えー、そっちでビジネスを学んでそれをファッションの領域において転用した方が多分いくらかいいのどれほどいいのだろうかって僕は思ってますと、ね、もしビジネスを学びたいのであればわざわざその専門学校に行ってですねじゃ実際のところまあその先生方のクオリティっていうのも僕は分かんないですけどもまあなんかそこで点の話を学ぶよりも うん、もうちょっとこう対極的に学べるところ体,体系的に学べるところに行ってそれをファッションの教育でどう生かすかって考えた方が僕はいいのかなっていうのがまずありますと。で次にあるのがこれも,うもっと根本的な話ですけど僕ビジネスってそんな座学で学ぶものなのかなって思ったりもするんですよ。まあ、もちろんね MBA とか世の中にはいろいろありますけども。 僕はどちらかというとじゃあ、まあ、結構自転車と一緒な気がしてて、まあ、僕もそんな偉そうなこと言えません偉そうなこと言えませんが、えーまあ、あのひよっこなりに、あのー、体感したことを今あの言葉で説明するとねちょっと自転車と似てるような気がするんですね皆さん自転車ってね、あのー、乗ったことあると思うんですけど <laughs> あの自転車の乗り方なんていう本を読んで自転車の乗れるようになった人い,いますかっていうか <laughs> っていうのと一緒かなと思うんですよねいくらなんかその自転車の乗り方ってマニュアルもしかしたらあるのかもしれないですよ、えー、まずはサドルに腰掛けみたいな <laughs> ペダルをまずは漕いでみてその次左右とみたいななんか分かんないですけどそういう説明書きがあるのかも分かんないですけどまあなんかそれに近いかなと思っててあのビジネスを学ぶっていうのは。 なんかや,っぱね、やってみなきゃ分かんないというかじゃああのー、授業でね先生が教えてもらったことを教科書を読みながらノート取って勉強しますとじゃあそれがいざ現場に行って役に立つのっていうと僕はね、えー、まあ結構疑問なんですよね。そうそうそうだからなんかまあやってみて失敗つつちょっとずつちょっとずつ、えー、やっていくっていうのが僕はまあそのなんか実践を伴ってないことに関して。 どうなんだろうなっていうのは僕はありますよねそうそうそう座学で学んでっていうのはめちゃくちゃ僕はありますとそうそうそうで最後の理由としてはね最後の理由としてはなんかね僕のこれ僕の周りの世界が全てだって言いたいんじゃないんですけど僕の周りのまあ例えばそのファッションビジネスっていうのを生かす現場って多分売るっていうところだと思うんですよね うん、作るじゃなくて売るっていう方作られたものをいかに売っていくかっていうのが僕はビジネスのまあざっくり言うと側面かなと思うんですけどじゃあ僕も売る側ですと小りですとで僕の周りのねあのー、方々小りの方たくさんいますけどあのね不思議とその専門教育受けた人っていうのがねいないんですよね結構いなくてうん逆にね珍しいくらいですよ 売るるっていううううう風になるとそう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 だからまあなんかなおさらねいや教育なんか受けてないのにこんなに勢いあってこんなにあの売ってるショップあるのになおさら意味があるんだろうかという風に思っちゃうのとでさらにそこから進めて考えるとですねやっぱりなんかファッション業界ってそもそもそんなにあのもうあの成長産業じゃないというかイケイケどんどん右肩上がりわっしょいって感じじゃないじゃないですか。でしょ ってなったらでなんでそうなってくるかなんでそうなってくるかっていうところとそうなってくるとどういうふうなことが起きてくるかっていうとやっぱね人材の流動性が非常に低くくなってくるわけですよつまり新しい人が入ってこないいつまでたっても、えー、ずっと同じ人がいるっていう流動性が非常に低くなってくるとで低くなってくると低くなってこれニワトリが先か卵が,のが先かの話と一緒でね 人材の流動性が低くなってくると盛り上がんなくなってくるのか盛り上がんなくなってくるとじあの流動性が低くなってくるのか、まあ、これはそうなんですけど、まあ、因果関係があるんですけど、まあ、低くなってくるとどういうことが起きるかというとですねまあずっと変わんないわけですよねだから新しい何か新しい風ノウハウやり方みたいなものが入ってこないわけで去年もやってきたからこれを今年もやるんだっていうような感じになってくるわけですよ。 なんかそういいいう新新ししノウウハとか何な,、ね、なってくるとどん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 、うん、腐ってくるという、まあ、これがそういうよくあることだと僕は思ってるんですけど <laughs> ってなってくると逆にねその教科書で学んだファッションのビジネスっていうのって、まあ、僕は結構球体依然としないファッションビジネスの勉強なわけですよ。 つまり、ね、あの流動性が低い業界の話の勉強をしてるということなんですよ。になると思うんですけどね。でそうなってそれよりもね僕は優位性があるなというかおも,しおもろいなと思うのは全く違うバックグラウンドの人が業界に入ってくることで新しい風を吹き込み新しいノウハウとか何かが生まれるっていうのがうーん僕はねんかそっちの方がうまくいく,いく気がしてるんですよねだから。 そうそうそうだから最初からこう軸足がファッションビジネスってファッションファッションファッションってなっちゃうとなんか逆に凝り固まっちゃうというか、うん、その流動性が低いところのものをいくら学んでも何か新しい何かない気がしてだから逆に違うところから違うところから何かをこうね、えー、持ってきてみたいな考え方なのかやり方なのか分かんないですけど。 そっちの方がね、なんか、うん、いい感じな気はしてます、なんとなく僕は。そっちの方がチャンスがある気がしてます。そう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 。まあ僕も大学ではロシア語学科を勉、ロシア語ですかね、僕は <laughs>、うん。全然違うような、うん、外国語なんでね、勉強してたのとかね、なんかまあ、そういう気が、なんとなくしてます、僕は。 まあ以上の理由からですね、まあ、結論で言うとまあ必ずしも必要はないとパターンメイキング以外必ず,必ずしも必要はないとでもそれでも勉強したいという方は僕は日本ではなく海外に行った方がいいのかなと、えー、思いますそっちの方が、えー、よっぽどその価値のある人材にはなれる同じファッション教育を受け同じなんだろうな時間を過ごすのであれば日本よりも海外の方行った方が優位性があるのかなっていうこと。 で、えー、ございますもし行くならねでも僕は行く必要がないと思ってましてファッションビジネスにことファッションビジネスにおいてはさらにうん行くなんか勉強する意味がないのかなって思ってますっていう <laughs> 意見ですはいえー、そんな感じですねなのでまあこれ重ね重ねに言いますよ僕の意見なんで。 僕の意見ですいろんな意見あっていいと思います。言った方がいいっていう人もいると思いますが、僕はそう思ってますということなので、これがあの全てではないですし、ねごあの、自分の頭で考えて、自分の責任ある、えー、決断を、まあ、決断するのであればしてくださいということなので、まあ、それは最後にも言っておきます。後でギ上げギホにアホに騒,騒がれても、ね、困りますから。 で、えー、今回はこの辺で。ということで、まあじゃあ、じゃあどうしたらいいんですかみたいな話はまた別の機会にしようかな。うん、じゃあ、教育も必要ない。じゃあ、どうやったらどうやったら仕事に就けるんだよみたいな話はまた別の機会でやりたいなと思います。はい、そんな感じです。ではまた。